晴天に恵まれた今日、マリンポート鹿児島には愛犬を連れて散歩する人の姿がありました。毎日犬の散歩をしているというこちらの人は、モカです。この子がいるからなんか毎日をやっぱこうなんかこう一日一日頑張れるっていうのはあります。ありがとうねっていう感じです。こちらのペットショップでは愛犬をトリミングに連れてきているお客さんが多く見られます。トリミングでさっぱりした愛犬を迎えに来た男性は、女房が大分で仕事やってるんで、俺がこっちで仕事やってるんで、女房の代わりですよいつもいつもありがとうっていう感じですね夫婦のトラブルを何度も救ってくれたのが愛犬だったと語るのはこちらの女性です。夫婦喧嘩した時ですね、本当に別れなくてよかったって思うワンコがね、I love you ですね、もうまた今度生まれてきた時にもうちに来てちょうだいみたいな。出会ってくれてありがとうっていう言葉をちょっと伝えたいですね。家族の一員としてかけがえのない存在のペット、最後まで添い遂げたいですね。ただ県によると、県内で年間およそ500頭の犬が何らかの理由で飼い主と離れてしまい保護されているということです。県は首輪などに飼い主の名前や連絡先をつけてほしいと呼びかけています。